山淳太のレコメン。文化放送からお送りしてますレコメン。さあ、ここからはですね、メンバーの岸くんが24時間テレビのパーソナリティに決まりましたということでね、その話なんかもするみたいですけどもね。ちなみに24時間テレビウエストから重岡くんもね、そうドラマも主演で、ね、楽しみですね、はい。24時間テレビってのは新番組かなんかですか？今年やってますよ、これ。あ、実はですね、わかりました。今年はチェックですね。今年もです。さあ、お待たせしました。この後は King&Prince 永瀬廉くんのレディオガーデンです。文化放送からお届け中、 King&Prince 永瀬廉のレディオガーデン。こんばんは、キングオブプリンスの永瀬廉です。報告遅くなりましたが、セカンドアルバムのリリースが決定しました。イエーイ。いよいよ。タイトルは、L&と書いてランドロ。ランドロじゃない。L&と書いてランドです。9月2日にリリースされます。そして映画、弱虫ペダルの主題歌であるキオバハートも収録されていて、メンバー5人がプロデュースした楽曲も収録されていて、そしてアメリカ武者修行の映像が収録された DVD が初回限定版 B に付くなど、なんかすごくない？内容。お手に取るしかなくない？って思いますよ、私は。ねえ。だって、そもそもさ、プロデュースするっていうことがあんまなくないですか？グループで。ね。そう、しかも5人がそれぞれプロデュースしてるわけなんで、5人5色。うん。5人5色の、5色、そう、5色と、5色、むずやめよ、この話。とりあえず5人、私がプロデュースさせてもらったやつは、かっこいい系ですわ。かっこいい系。アンドラブの MV とかめっちゃ可愛いから。本当に可愛い感じっすよ。ワンカメで。だそういうのも楽しみにしていただきつつ、僕らも、ちょ、完成が楽しみっていう状況なんですけど、まだ見てなくて。で、アンドラブの MV は初回限定版 A でございますかね。うん。いいね。今回のアルバムマジ盛りだくさんよ。ぜひ楽しみにしておいてください。それでは今夜もレディオガーデン始めていきましょう。文化放送からあなたにお届け。King&Prince 永瀬廉のレディオガーデン。今週の王国受験簿。永瀬廉、そして King&Prince の周りで起きた事件を見出し風に紹介し、それについて話していくトーク企画です。まず最初の見出しは、こちら。観葉植物、全うする。でございます。あんま本当に悲しい出来事で、僕にとってはショッキングな出来事で、もっと、また、罪悪感というものに日々苛まれてはいるんですけど、観葉植物が、なくなりました。また2回目、それはですね、本当にいつだったっけな、今年の3月ぐらいに買ったんですよ。2種類、結構おしゃれな感じ、結構探したんですけど、買ってついに最近ですよ、ここ1ヶ月以内に亡くなってしまって、で本当に怖くて、あの観葉植物の突然の死というものは、徐々に葉っぱが抜けていくんですよ。まず前兆として、家帰ったら地面に葉っぱが落ちてってて、と思って、まあでも、動物の毛の生え変わりじゃないけど、そういう感じなのかなと思って、まあ、葉っぱ拾ってあげて捨ててっていう。それがもう日に日に増えてって、落ちてくる枚数が。5日ぐらいで剥げたんですよ。完全に。あの、枝だけになって。で、ちょっと、なんていうの、父親がちょっと詳しかったから、写真撮って送ったら、これはもう、ダメだ。手遅れだ。って言われて、そっかってなって、今ベランダに枝だけ置いてるんですけど、いやー、本当なんで亡くなったのかってちょっと原因不明で、でも心当たりがあって、水のあげすぎ前と同じ全く前と同じなのよ。いや違う、でも違うのよ。今回は前はだから2リットルのペットボトル3分の2ぐらい入れて、それを全部あげてたの。で、それが、なんか、もう、吸収しきらんくて漏れて、寝室がえらいことになったっていう話をしたの、じゃないですか。だから今回は、あの、プラスチックコップ、1、2杯分しかあげてないのよ。それで、もう、根腐れしちゃってるから、俺は悪くない。
俺は悪くない。本当な、今俺すげえ今眉毛の間描きながら言ってたけど、俺は悪くない、ほんまに。だってちゃんと1週間ぐらいに1回あげてくださいっていう、あげる量ももうほんとコップいっぱいないぐらいって言われてたんだけど、2週間あげてなかったの俺。あ、これはかける2やなと思ってコップ2杯分あげてたら、もう寝腐れですよ。だから俺の家が良くないのかな。観葉植物を受け入れてないのかもしれない、結構。何何、運気が悪い。いや、なわけがない、私がいて。私がいて、お家の運気が悪いわけがなかろう。ええ。でも、ちょっとショックだから、新しい観葉植物買いました、もう。ええ、って。ええってなんすか。もう結構本当にその2つのコンビネーション良くて、家のインテリアとしてね。評判良かったの、友達とかも。めっちゃいいじゃん、みたいな。かわいい、みたいな。で、同じようなの見つけちゃったので、でも一つ心配があって、あんま店員さんにはおすすめされんかったの。なんでかっていうと、鉢が結構ガッツリしてるやつだから、俺が新しく買ったのね。その、なんていうの、鉢をさらに鉢で覆ってんの、俺。まあ、梅雨の時期だったしね。それで、カビてしまうよって言われたけど、いや、俺はそういうの、大丈夫。自信があるんでって言って、自信があるんでって言って買って、そう、今は、さすがに元気にピンピンな状態で生きてる。そう、だから本当に、納得した感触をつつ出会えて嬉しいです。でもだからさすがに、洗面所にも置いてた植物も、まぁ、ちょっと前に、まぁ、お亡くなりになってんけど、そこは増加にした。うん、いよいよ。ただそれが一番ね、世話もせんでいいし、って感じで。でもリビングはちょっと正真正銘ガチモンで行きたいから、ノンフィクションで行きたいから、ちょっとこだわらさせていただいて、だから今回も、しっかり可愛がって、育てていきたいなと思います。ってな感じでした。続いての見出しはこちら。熱いラブコールを受ける。そうそう、これはですね、音楽の日かな？出させてもらった時に、まあ楽屋待ち時間の時に、カイトとキシさんからすげえニュアラジン出してくれと。ね、カイトからもずっと受けてたけど、なんかキシさんも、なんかそれに乗っかり始めて、たまたま隣におって、俺も出たい、俺も出たい、みたいな。で、なんていうの、どこまで本気なのかっていう。俺も知りたかったから、何がしたいん出て、みたいな。っていうの聞いたの。そしたら、カイトに関しては企画を考えてて、なんか。そうそう、わざわざ。で、それ、おー、と思って、どんな企画なのって聞いたら、最近新しくファン、俺らのファンになって、最近聞き始めた人もいらっしゃると思うっていう話になって。で、昔から今の、俺の変化を語るみたいな。だから、カイドウも結構長いこと、10年の頃から一緒に活動してるから、その時から今までの俺の変化、まあ見た目であったりとか中身であったりの変化を語るみたいな、っていう企画、もう一つあって、しかも二つあって、心理テスト対決みたいな、レーンを試したいって言われて、この前なんか、ネットニュースでカイドウが、このラジオの、お悩み相談の答えがマジ彼氏だったみたいなね、ネットのニュースを見たんですって。それ、本当に永瀬廉という人物が心からそんなやつなのかっていうのを心理テストで確かめたいって言ってた。で、あんまハマらんかったから、いや、微妙やなって言ったけど。まあまあまあ、でも企画考えてるだけ、あ、ちょっと本気度伝わったと思って。岸さんなんか考えてんのって言ったら、いや、俺は何もって言ってて。でも、カイトに関してもずっと言ってくれてるから、逆に出さないとか面白いけどね、やっぱこのまま。言わせるだけ言わしといて。企画も考えさせて、で、面白いのだけもあたかも俺が考えたようにして、出す、提出する。で、岸さんとその企画をやるっていうね。岸さんとやるっていう。まあ、こういう風なラブコールを受けました。てなわけで、以上今週の奥口金庫のコーナーでした。で、それではここで曲をお送りします。キング&プリンスで、キヨバハート、どうぞ。
します。キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン、リスナーの皆さんから届いた2つ目の紹介していきましょう。東京都は白あんこさんからいただきました。はじめまして、レン君。いつも楽しくラジオを聞かせてもらってます。先日24時間テレビのパーソナリティが発表されましたね。なんと、キング&プリンスから岸君が選ばれましたね。おめでとうございます。私も嬉しくて飛び跳ねてしまいました。岸君が発表時にメンバーに話したら拍手喝采、メンバー愛を感じたと言ってました。キンプリ微笑ましいかよってにやけてました。よかったら報告受けた時の裏話なんかなんかあれば教えてください。この人すごい岸さんみたいな文の打ち方してる。びっくりマークでいっぱいある。めっちゃめっちゃ岸さん味を感じる。そう、すごい岸さん選ばれたよね。なんかその聞かされた状況っていうのは、チーフのマネージャーさんから、ちょっとみんな今いいみたいな、ちょっとお仕事の報告なんですけどみたいな。なんとうちの岸さん24時間テレビのパーソナリティ選ばれましたみたいな、よっみたいな感じで聞かされたので、リアルにみんなびっくりしてたね。結構これは嘘なしで拍手喝采でした。だ24時間テレビってね、すごくない？普通に岸さん、あの気遣いじゃん。で24時間気を使い始めたら気使っちゃうじゃん多分。でそういう部分は心配でもあったりするけど、まあでも確かにある意味一番適任かもしれん。岸さんがその持ってる愛される力であったりとか、コメント力とかもなんかほんと和ましてくれるような力を持ってるから、一番適任なんかなとも思いながら、でもほんととりあえずみんな岸さんに向かってもうスタンディングオベーション的なっていうぐらいの気持ちで祝ってたね。いやー、おめでたいよね。でも不安がってますね、本人も。やっぱ大丈夫かなみたいなことは言ってましたけど、まああなたなら大丈夫でしょという感じで、僕ら4人は送り出したいなと思ってます。そう、他にもメンバー井ノ原くん、増田くん、北山くん、しげさんと岸さん、ほんと素晴らしい先輩しかおらんから、井ノ原くんとか北山くんとか増田くんは素晴らしいけど、一人やばい先輩がおるからね、しげさん。いや、あの人大丈夫かな。また指にマジックでさ、似顔絵描いてそのキャラで出たりとかせんよね。大丈夫よね、さすがに。ちょっと心配やわ。大丈夫よね、さすがに。大丈夫よね、あの人もう奇想天外な発想してくるから、まあそこは、まあでもいろんな素敵な先輩方がいるんで、揉まれながら頑張ってほしいなと思います。頑張ってね。ということで、こんな感じで質問や感想を伝えたいことなどどんなことでもいいので、番組宛てにメッセージを送ってください。キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。ここで僕永瀬廉からのお知らせです。キング&プリンスのセカンドアルバム、ランドが9月2日にリリースされます。そして永瀬廉が主演を務める映画弱虫ペダルが8月14日に全国公開されます。主題歌はキング&プリンスの新曲キューブハートです。よろしくです。この番組では皆さんからメールを募集しております。質問や感想を伝えたいことなどどんなことでもいいのでメッセージを送ってください。メールアドレスは len@joqr.net ren@joqr.net です。いよいよお別れの時間ですが、いつもの雑学メールいっちゃいましょう。東京都はあきさんからいただきました。前回のニアラジで街を歩いてもうスルーされるという話がありましたが、オーラは作れるそうです。ハッピーな人からは自然とオーラが出て人を引きつける力があるらしいです。そのオーラを出すには脳内のセロトニンが役割を担っていて、やる気が出る、腸内環境が良くなる、自律神経が整うなどメリットが盛りだくさん。このセロトニンを分泌するにはまず朝は朝日をしっかり浴び、コップ一杯水を飲む、昼間は知らない人にもよく話しかけ、夜にはしっかり浴室に使って質のいい睡眠をとることが重要だそうです。ぜひ実践してみてください。オーラ、あ、そっか、俺が前回気づかれなかったよっていう、ハッピーなオーラ出てないよって言いたいのこの人はっていうわけじゃないとは思うけど、そうね、なるほどね。セロトニンか、なんかさあるよね、体の物質いろんな名前が、セロトニン、ヘモグロビンみたいな、どうやってつけるのかな、こういう物質の名前って。ネーミング。でもヘモグロビン俺めっちゃ覚えてると思うね。だから中学のテストもよく見てきてけど、もう何の物質か忘れた、正直。けど、ヘモグロビンってなんか覚えやすない。ヘモグロビン、そう言いたくなる。いや、ヘモグロビンって何の物質でしたっけ、そもそも。そうだね、血液の、赤血球系
あと、まあ、青みどろってめっちゃ覚えやすいよねって思ってた俺。青みどろ。微生物よね、青みどろってね。何の話だったっけ、それセロトニンか。まず朝日を浴びる。この時点でプリン。オフは昼間で寝てるからね。これ無理です。だからコップ一杯の水、俺さ、普段水飲まないで正直。家におるときマジで取らないんだよね。だからこう意識してみようかな、じゃあセロトニンのために。ね。あ、ヘモグロビンとは。酸素を運ぶ役は、そうだ。そうでした、そうでした。あ、懐かしいな、なんか、あの辺の理科の授業が一番楽しかったな、なんか。なんでかわからんけど。なんか得意やったのよ。物質好きなの、なんか結構。っていうのであの授業、あそこら辺の授業とても好きでした。まあ、あの、オーラ作れる、あの、セロトニンというものが出て、みたいな説がいただきましたね。ありがとうございます、アキさん。てなわけでお相手はキング&プリンス、永瀬廉でした。それではまた来週、バイバイ。文化放送からお送りしてますレコメンサー、ここからですね。